どうも、ゆうさです。はい、さあ、まだあのガチャ引いてからほとんど時間経ってないんですけど、実は経ってないんですけど、まあ、1日経ったらこんだけミスリルをいただけました。はい、本当に85個まで来ましたよ。ということで、まあ、1回分11連引けるようになりましたので、当然引きます。私はもうフェスは完全にスルーが確定してますんで、まあわかんないですよ。この一発で揃えば、もしかしたらね、最後間に合って引くかもわかんないですけど、まあとりあえずフェスはスルーは確定してるんで、ちょっともう無課金にあるまじき、愚行ですけど、まあいいんです別に。自分のテンション的に保てるのはこっちなので、さあ行こうか。まあダラダラもするつもりもないので、まああと12日までなんで、多分もう一回分は50、このペースだったら行くんじゃないかなと思うんで、毎日もらえますしね、1個ずつとログインで、なんとか15足りると思うんで、まあ、実質あと22連分かな、の勝負になりますので、皆さんよろしくお願いします。はい。さあ、ちょっとちゃんと見とこう。もう一回見よう。ちょっと見ます。これよ。わけわからん形のこれ。カップルが2人で飲むジュースみたいな形のこの盾。そして、刀みたいなこの片刃の剣。これ。はい。もうちゃんとして本当に、で壮絶だったらこれ、もうわけわからん剣。よしよし、行きましょうか。はい。だからもうね、ミラボ出んでも全然いいと思ってる。ミラボ出てほしいけど、もうとりあえずノーマルのやつを揃えたいの。2個、まあこれ入っててお願い。もう片方だけでもいいから入ってて、片方だけでもいいから、あわよくば両方抜きたい。闇まといが結局レジェマテしかないので、まとい直すためのものが欲しいんです。お願い、ほんまお願い。違うよしよし、1個来た。あー、戦技。よーし。とりあえず戦技。はい。まとい直しではないですけど、とりあえず戦技来た。いや、まあ、戦技、これでとりあえず、一応ギリギリ耐えたかな。まあ。これがまとえるんで、まあ、一応、常闇がまとえるんで、これでって戦技をあとキープ、戦技でキープすれば、まあ、なんとかなるか。運用自体は、オーバーフローもありますし、まあ、奥義欲しかったけど、運用さえはなんとかなりそう。ちなみに試し打ちちょっとやってみましたけど、まあまあ強いですね。はい。ただクリムゾンクロス使うと体力がバンバン減っていくんで、その辺も面白かったんですけど、ちょっとドレッドウェポンも作らないとなみたいな。ドレッドウェポンとクリムゾンクロス両方持たせて、体力余裕あるときクリムゾンクロス、やばいときドレッドウェポンみたいな運用でもいいかなとは思いました、今んとこ。はい、とりあえず戦技を、死にかけで戦技をゲットと。はい、あと1回分あるんで、もちろん奥義、そして、残りラストのバーストは狙いたいと思います。はい、12日多分ギリギリになると思いますので、はい、皆さんまた応援よろしくお願いします。では見ていただいてありがとうございました。